やっぱこう日本に足りないのは、うん、まあ、ゼロから富を生み出していくというかですね、うん、でこう、まあ、とりあえずまあ起業するかと思って、あの、まあ、カーレルを飛び出していったっていう。いや、 PMF ってやっぱお金で買えない、うん、お金とかリソース投下でやっぱ買えないところがあって、はいはいはい、あのバカ萩谷です。今回はスパイラルキャピタルジェネラルパートナーの千葉さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。投資家、起業家、非常にファンが多い千葉さんですけども今回は千葉さんのキャリアだったり、あのスパイラルキャピタルのご紹介だったりとか、いろいろお話聞いていければなと思っております。では早速千葉さん、ちょっと自己紹介をお願いします。はい、スパイラルキャピタルのジェネラルパートナーの千葉と申します。あのスパイラルキャピタルの紹介を簡単にさせていただくと、うん、あのスパイラルキャピタルは2016年に立ち上げたベンチャーキャピタルで、まあ、創業9年目という形になっています。で、私は創業メンバーとしてスパイラルに参画をしているという形になっていて、でスパイラルはですね、その、まあ、一応ファンの立ち上げ以降、特徴としてはその準投資のベンチャーキャピタルファンと、あと CVC の受託運営事業の2つの事業をやっている VC になっていまして、でスパイラルキャピタルの子会社にスパイラルイノベーションパートナーズという、まあ、子会社を作って、こちらがの大企業さんのオープンイノベーション支援に特化したあの子会社という形で、大企業さんのオープンイノベーション支援と、あと CVC の運営というのをやっています。スパイラルキャピタルの方はあのファンドとしては1号ファンド、2号ファンド、3号ファンドというふうに聞いて、で CVC の方はですね、まあ、性能さんの CVC が1号、2号とあって、でそこから T&D という生命保険の会社さんと、全国保証さんというあの住宅ローンの保証会社最大手の会社さんで、それから今年の4月にあのゆうちょ銀行さんの CVC も立ち上げて、なので創業以来、8ファンドを立ち上げてきていて、まあ、累計の運用資産総額でいうと600数十億ぐらいの規模になってきているという、まあ、そんな感じの VC。 いやすごい、はい、すごい急拡大ですねいやすごい急拡大ですよね。いやそうですね、でもそれだけこうたくさんのこうファンドも運用してると、そのあたりの チームとしての住み分けっていうのは、メンバー分かれてやってる感じですか？そうですね、大きくジェネラルファンドの運用しているスパイラルキャピタルのチームと、うんうん、CVC を運営しているスパイラルイノベーションパートナーズのチームは、その投資の実務としては完全に別会社、うんうん、別チームを分けて活動しているような形になっていまして、うんうん、そのジェネラルファンドの方は私が投資責任者として、うんうん、まあ、2名いる GP の1人としてやらせていただいているんですけれども、うんうん、まあ、その裏側には基幹投資家さんとか国のお金もあるということもあって、うんうん、そこのコンフリセリアしっかり投資をしているという形になりますね。なるほどですね。スパイラルキャピタルの方は3号ファンドまで今やっていて、ね、今はい、まあ、どれぐらいのこうサイズ感でファンドを運用されているんですか？はい、4月にちょうど立ち上げ、ファーストクローズで立ち上げていて、今ファンドレイズも進めているところなんですけども、うんうん、今150億以上のファンドサイズで、最終的にファイナルクローズまで行こうと。で、まあ、すでに投資としてはもう5社投資実行もしているということで、うんうん、まあ、ロケットスタート的に。なるほど、すごい。投資ステージとか領域とかはどの辺りですか？そうですね、ステージとしては、うん、プレシリーズ A からシリーズ A あたりの、うんうん、まあ、シードアーリーステージが多くて、うんうん、まあ、割とこうファーストラウンド の投資なんかもやったりもしますし、そうですね、はい、多いのは、まあ、プレシリーズ A 前後ぐらいというのが一番多くて、まあ、投資の金額としては大体1から3億ぐらいが多いんですけども、うんうん、まあ、初回投資大体5000万から5億ぐらいの範囲で投資をして、うんうん、まあ、次の投資も入れて10億、20億とかやっていくような方針でやってます、ね。なるほど、まあ、スパイラルさんだったり、千葉さんがリードされてるところはね、起業家がやっぱ千葉さんいい、千葉さんいいってすごい言ってる印象が、まあ、X とかでもあって、どういう投資支援をしてるのかとか、なんかどういう投資哲学なのかみたいなのは、あの後半ちょっと伺っていければなと思っております。で今回はですね、どちらか千葉さんのキャリア、千葉さんファンに今回はあのお届けできればなと思ってるんで、で VC になったきっかけとか、はい、そういうのもあんまりなんか聞く機会なかったんで、はい、今日はちょっと飲んでる風な感じで雑談で喋れればなと思ってますと、はい、じゃあ簡単にキャリアとしてはどんな感じで、はい、そうですね、はい、私あの新卒で、まあ、ドイツ証券という外資系の投資銀行、まあ、2007年入社で、あの、まあ、リーマンショックの前のタイミングで、まあ、投資銀行からキャリアをスタートして、まあ、そこで、まあ、M&A のアドバイザリー業務とかを、まあ、丸4年経験をして、でその後にカーライルグループというプライベートエクイティファンドですね、うんうんうん、あの、まあ、企業を丸ごと買収して経営改善をしてという、はいはいはい、そういったあの投資をやっているようなファンドに、まあ、移りまして、まあ、そこで丸2年ほど、まあ、投資の実務を積みまして、うんうん、でまあ、ちょっと30歳ぐらいになるタイミングで、なんかもっとこう、まあ、挑戦したいなと、自分もこう経営をやってみたいなという思いが
強くなりまして、でカラエルを飛び出して、まあ、友人とともに、まあ、起業をしたんですけれども、うんうん、まあ、イタンジという不動産テックの、まあ、賃貸領域のバーティカルサースの会社で、まあ、そこの、まあ、創業メンバーとして、うん、まあ、取締役 COO 兼 CFO という形で、まあ、創業の、まあ、初期から、まあ、不動産テックの経営に、まあ、3年ほど携わって、でそこから2016年に、まあ、スパイラルキャピタルが創業するタイミングで、うん、まあ、うちの、 その、まあ、スパイラルキャピタルの代表の奥野というのが、もともと私のドイツ証券時代の先輩だという経緯があって、まあ、新卒の就活の時にあの採用担当として参加してもらったという、あの、まあ、そういったところの、そんな距離感なんですね、はい、はいはい、で、まあ、ちょうどそのスパイラルを立ち上げるタイミングで、まあ、一緒にやらないかということで、はいはい、まあ、誘われて、まあ、VC 側に移って、もうまあ何だかんだもう8年、まあ、9年目になるっていう感じですかね、はい、いやなるほど、すごいですね。なんか華々しいキャリアでもありますし、 VC でよく言われるね、企業経験ないとか、そういうところもねしっかりこうご経験されて、多分泥臭いところも知っていて、あの VC されてるっていうところで、まあ、実際それがこう どう役に立ってるかとか、実際その時のキャリアの心境とか聞いていきたいんですけど、キャリアとしてこうスタートアップに行く人ってなかなかいないと思うんですけど、しかも当時で、それでこうスタートアップやろうと思ったら、なんかこうどういうなんか思いとか、なんかコンプレックスとかなんかいろいろあったりするんですか？あの、確かにその、うん、僕が、まあ、イタンジの創業に参画したのが2013年の頭とか でそのタイミングで、その外資系 その金融機関とかを飛び出す人って、まあ、ちょっとこう変わりだねみたいな。いやそうですよね、だいぶ変わってますよ ね、 ね、ちょっとまあ片道切符というか、この業界からいなくなる人なのねっていうところはあったかなというふうに思うんですけれども、はいはい、ただ当時その、まあ、そのファンドでやっていく中で、やっぱりそのいろいろ投資先の経営陣、百戦錬磨の経営陣と、うん、まあ、いろいろとこう議論させていただく機会が多くあったときに、うん、やっぱその究極自分が経営のこと何もわからないなっていう感覚があったんですよね。ミッションとかビジョンとか言っても、うんうん、まあ、いまいちこう肌感覚よくわからないなとか、じゃあ営業の組織とかオペレーションとか、うん、まあ、それもちょっと理屈ではわかるけれども肌感覚ないなみたいなところがあって、まあ、特にカーライルの当時そのグローバルのトップとかも、もともとその会社の経営経験があって立ち上げてたり、カーライル立ち上げてたりとかですね、まあ、そういったあのキャリアの人っていうのが海外のファンドだと多いんですけど、はいはいはい、まあ、そういう中でちょっと自分も、まあ、経営のことを、まあ、やったことがないのにやっぱり経営のことをよくわからないなみたいなところがあって、うん、でちょうど自分の割と身近な先輩が、まあ、CFO としてとか、まあ、起業にチャレンジするような流れが、まあ、ちょこちょこ出始めたぐらいの時期もあって、うん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 、でちょっとまあ自分もやれるんじゃないかなというか、はいはい、まあ、当時はやっぱな、まあ、割と舐めた意識とか甘く見てですね、うんうんうん、まあ、これはちょっとまあ自分もやってみたいなというふうに思って、まあ、とりあえずまあ起業するかと思って、あの、まあ、カーレルを飛び出していったっていう感じですかね。いやすごいですね。いやでも普通に言ってますけど、とんでもない考え方ですよね。それででも大企業の経営企画とか行ったりとかして、はい、っていうプランもあったじゃないですか、はい、そっちじゃなくてこうやっぱスタートアップというか、そっちその企業の方に行ったのはやっぱあったんですか？やっぱ自分でやってみたいな。あの、まあ、そうですね、やっぱり自分で、まあ、ゼロから何かを立ち上げてみたいなとか、うん、P ファンドをやっていく中で、うん、やっぱこう日本に足りないのは、うん、まあ、ゼロから富を生み出していくというかですね、うん、でこう、まあ、ファンドの仕事ってこう、まあ、経営の最適化とかコスト削減とか、うんうん、まあ、そういうところでリターンを生み出していくんですが、うん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 、やっぱりこう日本って、まあ、経済そのものが人口も増えないし、経済も縮小していくみたいなのを見ると、うんうんうん、やっぱりその今あるものを最適化するというよりは、うん、やっぱりゼロからなんか新しいものを生み出していくみたいなことをやっぱやっていかないといけないのかなというのがあって、なるほど、まあ、ちょっとそういうところにチャレンジしてみたいな、いやすごいですね、割とそういう好奇心的なところやってみたいなみたいなところがやっぱり一番大きかったかな。なるほど、なるほど。実際じゃあ起業でやりましょうって言った時に、はい、まあ、今やイタンジって、まあ、バーティカルサースの U みたいな感じでね、はい、GA テクノロジーに買収されてからもすごい成長されて、はい、創業期にやっていたっていうところだと思うんですけど、結構順調にいったのか、いろいろ大変だったこととかあれば。そうですね、あの、まあ、創業初期の3年、僕がいた3年っていうのはほとんど失敗続きうんうん、うん、思っていまして、まあ、その起業するときはまあよくも悪くもというか、当時まあ無謀で、うん、まあ、3年か4年で上場できるだろうみたいな感じの、なかなか楽観的な、なかな、ね、確かに、まあ、業界の課題すごく大きくて、はいはい、まあ、おとり物件だの制約済み物件だの情報質が悪いし、ね、まあ、業界構造こういうふうに変えればその大きなインパクトのあるスタートアップができるんじゃないかということで、まあ、当時創業メンバーも不動産領域のまあ知識なり経験があるようなメンバーと一緒にまあ創業してたんで、うんうん、まあ、このチームであればいけるんじゃないかというところは思っていたんですけども、でもやっぱりまあやってみると、まあ、業界経験あって、まあ、こういうふうに業界構造が変わるべきというふうに思ったとしても、うんうん、やっぱり業界構造がそうなってるならではの理由みたいなものが結構あって、まあ、最初に出したサービスなんかはやっぱりもう全然失敗したんですよね。全然使ってもらえずに失敗してっていう形 でそれでまあピボットを余儀なくされて、まあ、ちょっと最初不動産の流通の、まあ、中抜き
型のポータルサイトみたいなものなんですけど、これをやっぱりポータルだけじゃダメだと、うんうんうん、お客体験をその自らコントロールしに行くためにはもう自ら宅建免許を取って、うんうん、不動産の仲介業務も入っていって、うんまあ、AI で物件をレコメンドして、うんうんまあ、内見もセルフ内見をして、うんうん、で契約も電子契約でできるようなそういうそのネット完結型の不動産屋みたいなところをやろうって感じでピボットして、でそれもやっぱうまくいかんですね、あんまりこううまくいかずに、集客すごい大変、集客が、まあ、すごい大変だったりとか、はいまあ、単にこう仲介手数料を無料にするとか、はいはい、安くするっていうだけではやっぱエコノミクスが合いにくいみたいなところに直面してっていうこと でだんだん資金も、まあ、あと半年1年持たないなっていうところになってきた時に、はいはいはいまあ、ちょっと新規事業いろいろとそのやっていこうということで、うんまあ、Google の、 20% ルールみたいな、うんうんうん、ああいう形でそのちょっと意識的に新規事業のチームを作ってやっていくみたいな取り組みをしたんですよね。でその時に、まあ、イタンジの2代目社長で、まあ、イタンジを、まあ、あれだけ伸ばした、うんうん、立役者でもある野口さんという創業初期のメンバーが、いて、で彼がその不動産 その仲介業務を自らやる中で、うんうんうん、なんで不動産屋さんってこんなに電話ばっかりやってるの、はい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 、物件のこの B2B の情報サイトがあって、でそれを見て物件は載ってるはずなんだけれどもあるかないかっていうのを電話で確認するってことありますよね、はいはいはい、でこの電話おかしいっていうことで、この電話を自動と電話化しようと思って、物価くんっていうサービスを、はい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 、なんかいいですね。そう物件確認なるほど。でこれは当時やっぱり僕も含めた役員陣は、うんうん、やっぱそれはうまくいかないだろうっていうふうに思って、うんうん、うまくいかないだろうと思って、ただちょっとこれ、まあ、お金がもらえるかどうかやってみようっていうことで、うんまあ、それこそパワーポイント1枚で売れるか試してみようとか、あとペライチっていう当時ランディングページを作るサービスを使って、はい、ランディングページだけで売れるか試してみようとか、うんうんうん、あとその半年前金取るという形で、その半年前金払ってもらえるほどの課題があるか試してみようみたいなことでやったら、まあ、意外と売れるなみたいな、うんうんうん、当時やっぱその僕も含めて絶対うまくいかないと思ってたものが、いや面白いですね、意外と売れるなみたいなことがあってですね、うん、でそこがまあ、結果として突破口となっていったところがあって、まあ、正式にサービス化して出していってっていうところ で、まあ、バーティカルサーフの会社にピボットをしていって、まあ、そこがまあ売り上げが立ち始めてっていう形で、そうかそうか、まあ、そこからがだいぶビジネスとしてバーティカルサーフの会社として伸びた最初の一歩にたどり着いたみたいな感じだったんですね。めっちゃ学び深いですね、聞いてるだけでも。なるほど。シードの起業家の方も結構見られてると思うんですけど、はい、立ち上げていく上でどこを意識 した方がいいよみたいな企業家の、ね、よくリーンスタートアップみたいな、はいはい、まさにそれでうまくいったなっていう事例だと思うんですけど、はいはいそうですね、うん、やっぱりあれの、まあ、まさに失敗をやったなって感じがあるんですよね、うん、やっぱり業界構造をこうで、うん、こういうふうに変わるべき、うんまあ、ニーズはあるはずだ、うん、なぜなら自分たちは知ってるはずだという、うんまあ、仮説をもとにやっぱりかなりサービスを作り込んで、うんまあ、出してしまって、うん、で出した後にそれが、まあ、芯を送ってないっていうことに気づいてしまったっていうことで、うんまあ、結果としてかなり時間を浪費してしまったなっていう反省はあって、うんまあ、当時やっぱり自分もかなり責任あったなと思うんですけど、ただ結果としてその PM 風が見つけられたプロダクトの出し方ってパワポでも売れるとか、うん、ランディングページでも売れるとか、まあ、ありますよね。意外とすごいこのプロトタイプ的なものでも、うんまあ、数万円かける半年分みたいなものでも払ってもらえるんだなっていうところはかなりその、まあ、斬新な体験としてあって、なので結構その PMF に向けて、まあ、試行錯誤している企業家の方とお話しする中でよくは、うんうん、PMF ってやっぱお金で買えない、うん、お金とかリソース投下でやっぱ買えないところがあって、はいはいはい、やっぱり PMF っていうのは、まあ、お金かけずに、うんまあ、割とこう、まあ、ライトな形での検証っていうのはまあできるので、うんうん、でやっぱりそこのお金のかけ方みたいなところが、まあ、当時はその PMF も見えてないのにいろいろと人を採用したりとかお金をかけ落としてしまったっていうことで、まあ、かなりスタートアップの、まあ、失敗パターンのよくあるパターンもう完全にいろいろとやらかしてしまったなっていう感じですね。いやでもめちゃめちゃ学びある話ですよね。でもね、今長期的にこうやって伸びてるのはやっぱビジョンとか、はい、そのやりたい世界観っていうのがちゃんと今ね実現して、はい、スケールはしてきてると思うけど、ね、足元の切り口って考えるとちょっとその思い込みとかは怖いよっていう話ですよね。そうですね。だからあまりビジョン先行型で入りすぎるとちょっとプロダクトアウトっぽい感じになってしまうっていうのは割と陥りがちなパターンとしてあると思うんですけど、はいはい、やっぱりこう大きなビジョンがなければ、うん、いい人も集まらない。うんうん。でやっぱりこの大きなビジョンがありながらかつミクロなレベルでちゃんとこの、まあ、ペインに対して価値提供できるようなプロダクトがあるかっていうところの、うんまあ、このやっぱり両輪のバランスが大事だなっていうのはキャピタリストになって、はいまあ、奥野さんに誘われてって、はい、すんなりそこのチャレンジは行こうと思ったんですか。ですね、かなり悩んで、はいまあ、結果引き継ぎも含めて半年ぐらい、うんうんうん、時間をかけながら、うんうんまあ、スパイラルが立ち上げてから半年後ぐらいに結果として参画のタイミングになったんですけど、うんまあ、当時当然その異端児で重要な役割を担っていた立場だったので、うんうんまあ、転職とかも一切考えていないタイミングだったんですね。でなんならまあかなり倒産危機が流れている状態だったところがあったんですけど、うんうん、一方でその当時その VC に移ることに踏み切れた要素としては新しい事業が売り上げがしっかり立ち始めて、うんうんうん
うん、まあ、ベースラインコストを絞りながらやっていけば黒字で回せることになっていて、うん、でかつ追加の資金調達もできた、うん、まあ、エクイティデッド含めて追加の資金調達もできていて、でかつその事業責任者レベルでしっかり事業が回る状況になってきたっていうところもあって、割とこう倒産危機を回避することができて、でその次のステップとして、まあ、僕自身何するかなっていうところがあって、うん、まあ、もうちょっとこう新規事業作りとか、うん、そっち側に時間を使っていくかなとか、まあ、ちょっと次どうしようかなっていうことを考える余裕が生まれたタイミングもあったんですね、うん、でそういったまあタイミングでちょうど、まあ、スパイラルキャピタルを立ち上げると、うん、いう話を、もらった時に、まあ、僕もその人生のキャリアの、うん、まあ、長期的にはやっぱり自分でこう投資ファンドというか投資会社を、うん、まあ、立ち上げたいなと、40代頃なので、うんうん、投資側をもう一回チャレンジしたいなというところは、それはやっぱあったんですね、人生の長期的な、目標としてはあったというところなので、まあ、なかなかそのゼロからベンチャーキャピタルを立ち上げる機会ってないじゃないですか、ないのもあるので、はい、ベンチャーキャピタルをゼロから新しく立ち上げていくっていう挑戦は、うん、まあ、やってみたいなっていうところをやっぱ強く思ったっていうところがあって、まあ、それもあって、まあ、そうですね、スパイラルキャピタルにしようっていう形で決断したっていうところですね。まあ、そこはすごいワクワクした部分もあったんですね。まあ、そうですね、はい、であとはまあその一つ気をつけてたこととしては、うん、自分自身にまだ VC としての経験値がない中で、うん、まあ、企業側としてその VC の人としっかりとこう、まあ、支援していただいていたんで、うん、まあ、その時の経験というのは自分の軸としてありながらも、やっぱり他の VC がどういうふうにやってるのかなっていうところがやっぱりまず学びたいなっていうところがあったので、はいはい、うん、まあ、最初はやっぱりいろんな VC と共同投資していくっていうところは結構心がけていて、なるほどですね、うんうん、でそのスタートアップの CFO だった時にどういう人がトップ VC なのかっていうのは割とこういろんなネットワークの中で、まあ、どの VC だったら誰々さんがいいよみたいな話とかも聞いていく中で、まあ、そういった当時あった接点の中から、まあ、投資をご一緒させていただいたりとか、企業家との向き合い方みたいなところ、まあ、そういうものをいろいろと勉強させていただいたっていうところは多かったので、なのでスパイラル立ち上げの初期の 2,3 年とかは割とシリーズ B ぐらい、まあ、アーリーステージからややミドルステージよりぐらいのシリーズ B 前後ぐらいの投資がまあ比較的多かったなるほどですねというところで、なのでまあ割とまずはちょっと学びながら自分たちの強みスタイルっていうものを確立していこうっていうのが初期の 2,3 年ぐらいだったかな。なるほど、なるほど。いや、そこで多くのことを学びながら、そうですね、千葉さん流のものが出来上がってきたっていうところで、はい、そのあたりはじゃあ後半でスパイラルキャピタルだったり、千葉さんの投資の哲学だったりっていうのは聞いていこうかなと思っております。ここまで見てくれた、皆様ありがとうございます。ぜひ後半も見ていただければなと思います。後半もよろしくお願いします。よろしくお願いします。